ビクトル・パブロビッチ・ドブルフスキーは、ソビエト連邦出身の指揮者、ロシア連邦共和国人民芸術家、ボロネジの生まれ、1944年に、モスクワの中央音楽学校を主席で卒業し、モスクワ音楽院に進学。そこでレフ・ツェイトリンにバイオリンを学び、1949年にバイオリン科を修了したが、レオキンズブルクの指揮科のクラスにも在籍し、 1953年に主席で卒業している。また在学中からソビエト国立交響楽団の練習指揮者を務めており、1956年にはベラルーシ国立交響楽団の音楽監督兼主席指揮者に就任した。1962年から1977年までモスクワのオシポフ記念国立ロシア民族楽器オーケストラの音楽監督を務め、 この頃からベラルーシ州立音楽院とモスクワ文化芸術大学で教鞭を取るようになった。1988年からスモレンスク州に民族楽団を設立し、自ら音楽監督を務めた。1991年からはベラルーシ国立アカデミー管弦楽団の主席指揮者も務めた。スモレンスクにて死去。 ネイジルディスモレンスク、RU2014 年9月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年9月2日閲覧ありがとうございます。